僕は水道を担当してるんで、まあ、毎月の水道料金を今計算してる途中ですかね。まあもうほぼほぼ終わったんですけど、あとは、まあ、1000件ぐらいを今計算を置いてハガキ印刷して、まあ、送る準備をしてたところですかね。子供と一緒にくっちゃろとか、あと今最近できた交流館とかでもちっちゃい子供遊ぶ場所とかあるんで、自然豊かな、いい町なんで、子供と、はい、自然を満喫してますね、はい。私は主に会計現場にいる職員さんの採用手続きや給与作業を担当しています。休みの日は最近はずっと映画を見ています。普段は農家さんへ交付する補助金の交付事務などを行っています。時期によっては農場へ行って牛の予防注射の手伝いも行っています。あ、これですか。これ店で一番大きいサイズなんですけど、前閉まんないんですよ。